子が三千人、小が三千人の1937年4月13日は、日本の実業家、政治家、衆議院議員、日本統治時代の台湾で、クの開発に尽力した。筑前国音楽軍、危機の村で、農業、古が野作、菊夫妻の次男として生まれる。普通学を教行で、杉山直方から漢学を学んだ。 1891年12月に家督を継承した。村役場初期を経て、1889年、日本土木会社に入社し、小倉出張所、佐世保出張所で勤務し、土木建築を研究した。1894年、土木請負い業、有馬組に展示鶴ヶ支店を経て1896年、台北支店に転属し、館が企業の土木工事を受け負った。 1898年、有馬組の解散に伴い大阪、沢石造りの深い組に転じ、1899年、洛出町所主任に就任した。同年、洛内知人組合を起こしてその長となる。1903年に独立して、土木建築受けを異業、小学組を設立した。その後、政能、政党、政評事業を起こした。台湾商工銀行東取、 台北鉄道社長、新井高軌道卓職社長、台湾幕畜園社長、台湾軌道取締役、台湾貯蓄銀行取締役、台湾連賀取締役、高尾土地取締役、台南新報社取締役、朝鮮産業貿易取締役、海吉伝統監査役、大日本製氷監査役、太平洋炭鉱監査役、台湾肥料監査役、 高尾信用組合理事長などを務めた。その他、沖大拓殖会社、台湾赤島会社の取締役も務めた。また、学内知人組合長、同商工会長、同工会理事長、台湾総督府評議員、台湾資料編参議委員、高尾宗教議会員なども務めた。学では、組合長としてまず飲料水や葬儀を改良して、衛生面の改善に取り組み、 近代的な洛病院を設立し、小賀の洛、洛の子がと称されるまでになった。その後教育事業にも力を入れ、高尾補修学校校長を務めたほか、私立洛下に実業学校や高尾幼稚園などを設立した。1920年5月、第14回衆議院議員総選挙に、福岡県外10区から県政会所属で出馬して当選し、衆議院議員を一期務めた。 晩年再び高尾に戻り、当地で病没した。ありがとうございます。